はい、どうも、おしくらまんじゅう界最強のウリュウです。ですね、はい、まずおしくらまんじゅうでは負けないですね。まあ、そんなことより、今回ね、皆さんに重大発表ということで、実は今僕、成田空港にいます。はい、でですね、ブログではちょいちょい匂わせていたというか、バングラディッシュの話の方をね、書いていたんですけど、まあ、あれから話がまとまって、で、昨日 PCR 検査を受けまして、で、陰性しっかり出たんで、無事にバングラディッシュの方に戻れるということで、リーグは来月の半ばぐらいから始まる予定なんで、今日11月の19日、現在朝の9時半、この後すぐに、シンガポール行きに乗って、でそこからダッカまで、シンガポール乗り継ぎでダッカまで行きます。で、ダッカには深夜について、明日からの練習に参加するって感じです。リーグが始まるにあたって、サッカーできる喜びというか、感謝の気持ちを持ってね、楽しんでいきたいと思います。で、今回日本を離れるということで、まあ、寂しい気持ちはもちろんあります。やっぱり日本生活今回長かったんで、まあ、その中でね、いろんな人に支えられたし、助けてもらえたんで、このご時世の中で行くっていうリスクももちろん心配はありますけど、まあ、でも行くと決めたからには行きますし、まあ、やると決めたからには、はい、精一杯やっていきます。で、はい、はい、そんな感じでバタバタの撮影、あはい、まあ、かなりねギリギリの上今回このコロナの影響で各国いろんなリーグが中止になったりとか、それに伴って選手も失業したりだとかで、まあ、僕もそのうちの一人で日本に帰国して、まあ、そこから母校の上武大学さんの方にコーチとして携われてもらえたし、サッカーをね違う目線で見れたり、あとは指導者の生活、後輩たちと関わりも出たりとか、まあ、すごい貴重な変えがたい経験ができたと思います。まあ、それはね本当にコロナがなかったらこういう経験は味わえなかったと思いますし、まあ、コロナで失ったものよりも得たものとか気づけたものの方が多かったので、まあ、すごい今回の日本生活というのは充実しておりました。はい、あとはですね、先日大学時代のサッカー部の後輩が、若くして亡くなったというね訃報が、ありまして、僕自身ねその子がすごいサッカーをしたかったのは知ってますし、サッカーが大好きだったのがね、よく分かってて、で、まあ、同じ寮の、部屋だったんで、人生サッカーに生きるってやつだったんですけど、あの病気のため先日亡くなってしまいました。サッカーやりたくてもできなかったですとか、やりたくてもやれないやつがいるってことをね忘れないでね、僕はバングラディッシュでもひたむきに、あと応援してくださる方々のね期待に応えれるように精一杯、サッカーを楽しんで戦っていきたいと思います。はい、またバングラディッシュ編の方はね YouTube や Twitter、Instagram などで上げていくんで、そちらの方もお願いします。まあ、こんな感じのバタバタの撮影になりましたけど、最後までご視聴ありがとうございました。それでは行ってきます。